直樹チャンネルの井上直樹です。前回の翔太動画でも出したように、じゃじゃん、ライジンウェハース開封動画を上げていきたいと思います。さあ、どんなカードたちが入っているのでしょうか。と開けて食べてみましょう。ライジンウェハースは12月の4日からお菓子売り場とかで発売されてるということで、全然どこにもなかったですよね。結構探し回ったよね。結構探しましたね。欲しい方はちょっとお早めに、そうですね、発見してみてください。はい、ネットでも買えるんで、もし本当に見つからなかったらネットで買ってみてください。メルカリはやめてねメルカリはちょっとやめてねメルカリにも結構販売されてましたからね。直樹くんのカードの名のこと言っていいの？やだー、僕の価値が。いや、だってちょっと悲しかったもんまあでもそれだけ需要があるってことですもんね。どこにもね、需要、うん、そうね、はい、どこにもなかったんで、一応ライジンウェハース買ったんですけど、まあライジンから一応サンプルでカードをいただいているので、見てる方は見てるかもしれないですけど、こちらご覧ください。じゃじゃーん、5月の試合の時の紙ですね、これ。あ、裏面もあります、ちゃんと。こんな感じでプロフィールが書いてありますね。誕生日と身長体重、地獄のエンジェルまあこんな感じでこのカードが入ってるんで、ぜひ皆さんも当ててみてください。推しの選手とかいたら、ね、財布とかにシュッて入れても全然すぐ折れたりしないような感じですかね。ね、本当にしっかりしている。ナンバー6、ナンバー6、32種類ある中のナンバー6ですから、いい、ね、割となんかいいところにレアカードじゃないけどレアカードじゃないけど得点には入れてもらいましたって思ってます開封していきましょうか。そうですね、このパッケージもあれですもんね、しっかりここに入れてもらってて。あ、本当だ本当だ。で、こっちもこれ2種類あるんですよね。2種類やって入れてもらってるって感じですかね。いいね。この中の選手は当たるのかどうか、どうでしょうか。誰が当たるかな、誰が当たるかないやー、なんかワクワクしますよね、こういうのって。なんかわかる遊戯をやってた時のことを思います遊戯をやってたんだ遊戯をめっちゃやってました。マジで、はい、ウェハースが、じゃじゃん、ウェハース結構でかいねでかいですね。ね、はい、なんか俺てっきりパキッと割るタイプだと思ったら、あ、僕もそっちだった全然違った。意外とこれもう丸々レンガみたいなのできたじゃあカード出していきましょうか。じゃじゃん、あ、レイナ選手。あ、すごい、一発目から仲良くしてもらってるんで。あ、そうなんだ。はい、よく、あ、それこそタコパとかしたり、うん、あ、そうなんだね。ウルカさんと一緒に、はい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 、KJトレーニングの方と一緒になんか交流があったり、うんうんうん、あとなんか北海道大会の時に、うん、ね、セコンドで来てたのかな。でなんかたまたま一緒になったんで、うん、まあ、一緒にご飯行ったりみたいなっていうのはたまにありますね。なんか面白いな、ライジンウハース開封してもらって、はい、直樹くんとその選手の接点聞けるのなかなかないからその人の接点の話ができるんでいいですよ、ね、そう、あ、これはこれちょっと予想外ちょっとこれは続けて開けてほしいな日本の強川クイーンすいません、見てたらすいませんこれ好きなんだよな、なんかみんなのそのなんかあだ名じゃないけど、僕だったら地獄のエンジェルみたいなそう誕生日も意外と近いですね。6月29です。1枚目レイナ選手でした。よかったです、知り合いが出てくれてよかったですまだ2枚目いきましょう。お、じゃじゃん、ドミネーター選手です。リングの支配者って言われてるんですね。リングの支配者らしいです。らしいですドミネーター選手は全然
分かんなくて、喋ったこともないんで。あ、そうなんだ。はい、分かんないですね。茨城出身の1990年1月23ですね。身長176センチ。プロフィールは日本じゃそこまで詳しく読まなくていいよ。いや170、そんなあれだなと思って、僕と身長変わらないんだなと思って。ああ、確かに。まあ何も接点ないんで軽いね接点ないと軽いね、テンションが。まあでもすごいですよね、サラリーマンしながら格闘技やってて、すごい尊敬しますね。僕は全然格闘技一本でやらせてもらってるんで、すごいなと思います、そういう方は。じゃあ3枚目いきましょう。これなんか地味に出しにくいんですよね。あ、地味に出しにくいいきますよ。はい、じゃじゃん。お、スダリオ選手。スダリオ選手です。はい、スダリオ選手。スダリオ選手は会ったことはあります。全然喋ったことはないですけどだけどウルカさんがすごい好きなんで。あ、そうなんだ。はい、スナリオ選手大好きなんですよ。へえ。1997年同い年ですね。あ、そうなんだ。はい、5月13なんで僕よりちょっと1ヶ月早いぐらい。令和の大和魂、すごい。あれ、大晦日試合でしたっけ。確か大晦日。そうして、ちょっと待ってね、確認して。あれ、パーッと勝ってほしいですね。日本のヘビー級を盛り上げる選手だと思うんで、どんどん上に進んでってほしいですね。めっちゃでかいっすよ、スダリオ選手って。あ、本当？もう本当になんか壁壁壁会ったことはあるって言ってたけど、それなんかの大会の時のなんか控えとかで。ああ、そうですね、そのなんか北海道大会の時に。ああ、そこも北海道大会なんだ。はい、で帰る時にちょうどスダリオ選手がいて、でウルカさんが話しかけに行ってて、でもその時にちょっと挨拶したぐらいですね。2人で会う時がほとんどないんで。そうだね、試合ありますね。応援しましょう。応援しましょう。頑張ってください。ウエハースも食べないとですね。チョコレート、ココアクリーム味ウエハースですね。美味しい、普通に。なんかもうちょっとパサパサしてるのかなと思ったら、結構しっとり系の。はい、うん、コーヒーと合います。絶対そうだよねだそうです。もう開けていきましょう。開けていきましょう誰が当たるのでしょうか。レアカード1枚ぐらい引きたいですよね。あ、分かる。でもなんかその気持ちシークレットもありますからね。レアカード、ちなみに誰がいるかもう一回確認しておこうか。朝倉海選手、朝倉未来選手、萩原恭平選手、平本蓮選手です。4枚。32種類中4枚はきついっすね。どうだろうね。でもそれ以外だったら誰開きたいかな。やっぱ今年めちゃめちゃバーンって上がった鈴木千尋選手ですかね。あ、すごかったですもんね。ね、すごかった。今年クレベル選手とか。あ、まあ、個人的に好きな選手ですかね。うん、それじゃあ引いてみましょうか。引いてみましょうか。いきます。これじゃなかったこれ、あ、こっちですね。じゃじゃん。お、お、金太郎選手。金太郎選手だ。おお、すごい。大阪2人目です。まさかり殺法、金太郎選手。金太郎選手とはやりましたもんね。対戦してますもんね。はい、あれは結構、いつでしたっけ。トーナメントの時でしょ。だからトーナメントの時で、一昨年ですね。一昨年の、あれ、あれじゃない、あのお姉ちゃんにもマネージャーにもみんなにもマジで怒られた試合じゃなかったっけ。ああ、そうですよよく今思い出してみたら直樹くんがめちゃくちゃ怒られたと同時に、直樹くんがスウェーデンを蹴るのがめちゃくちゃうまいっていうのが周りが知った時の試合でもあるじゃん。そうです、めちゃめちゃ避けてましたもんね。金太郎選手、ちなみに、まあ、対戦したもうね、ずいぶん前だけど、今でもなんかその残ってる印象とかあります？迫力のある選手だなってやっぱ思いましたかね。うん、なんか
オラーじゃないけど、そんな感じのガッツのある選手かなっていうふうには思いましたね。でも本当に終わった後とかは全然すごい真摯に挨拶してくれて、笑顔で挨拶してくれたりするんで、そういう本当に戦いと普段とやっぱ違うところがすごい印象ですね、印象深いですね。あなたもだけどねそこはいや僕はそんなですかそんな変わらない、嘘だはい、こんな感じでカードが出揃えました。レアカード1枚出したかったっすね。どうしよう、また売ってたらちょっと買ってみようかななんか集めたい症候群みたいなの集めようかなみたいなウェハースも美味しかったですし、ワクワクドキドキいいじゃないですけど、楽しみながら集めれるんで、ぜひ皆さんも全国のコンビニとかドンキとかで買ってみてください、まあ、この動画出る時にはまあまあ立ってると思うんで、結構集めてる方もいると思うんですけど、ぜひ買ってみてください。まああと、まあ、買ってみてどの選手が当たったとかぜひコメント欄で書いてくれればと思います。ではまたね。なおきっき一問一答コーナー、はい、今回は街で見かけた時話しかけても大丈夫ですか。これはイエスです、大丈夫です。まあ逆に声かけてもらって気分悪いっていう人はなかなかいないと思うんで、いつでもまあ見かけたら軽く声かけてもらって応援してますって言ってくれるだけでもありがたいんで、ぜひぜひ声かけてください。気になることや質問などありましたらコメント欄に書いていただければと思います。